久保先生、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。で、早速なんですけれども、Zoom 対談の日程の方ですね、こちら見させていただきまして、ありがとうございます。僕の方はですね、こちらの時間、25日の21時からですね、で、内容についてもこちらの、株スクールっていう、これ題名はちょっとね、変更させていただく可能性もあるんですが、内容については変えませんので、またご相談の方ですね、させていただければと思います。はい。そうですね、週刊中年ジャンプ石井ストーンさんって書いてある、なんかこうハーフの人みたいですね、石井ストーンさんみたいななってますけど、はい。ということですね、僕の方は予定通り行きたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。で、あと稼働部の方ですね、こちらもですね、改めてよろしくお願いいたします。ちょっとスパルタということで怖いんですけれども、しっかり、ついていけるようにですね、やっていきたいなと。で、自分の目標ですね、これが、クリアできるようにですね、一日一日やっていきたいなと思っておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。ではですね、本日連絡となりましたが、以上でございます。またご連絡しますのでよろしくお願いいたします。さよなら。